フランク・カポネは、カポネ家の三男で、アル・カポネの二位。本名は、サルバトーレ・フランク・カポネ。カポネ通り組の代表で、シセロの道路舗装工事の入札を取り仕切り工事費に、含まれる、手数料を獲得する。1924年に、シセロで行われた、共和党と民主党の選挙の投票日に、警察官によって射殺された。警察の記録では、 フィリップ・マックリン巡査部長が撃ったことになっているが、彼一人が撃ったわけではない。フランクの死体は全身に銃弾を浴びており、蜂の巣のようだった。フランクが銃に手を伸ばしていることから、正当防衛による殺人だった。警察が、検視陪信に伝えた内容はフランクが、挑発行為に出て、撃ち合いになったといい、まるで事実と違うものだった。警察は、 彼が逃げながら二度発砲し、三度目を撃とうとして、倒れたと言った。しかし、本当は銃を、ポケットから取り出す前に射殺された。ところが、検視陪審は事実とは逆の印象を作り上げた。陪審はフランクが逮捕に抵抗して殺されたものであり、警察側の政党であったと答えた。フランクの死を聞いた弟のアルカポネは、怒りのあまり顔面蒼白になったという。選挙では、 カポネイチミが押す、共和党の市長候補のジョゼフ・ゼット・クレン派が勝利し、カポネイチミは、シセロで影響力を強めていった。フランクの葬儀は、ジム殺しも以来の盛大さで2万ドルを超える喧嘩が、届いた。ちなみに、その喧嘩はギャングで、花屋のダイオン・オバニオンの花屋が扱ったものだった。ありがとうございます。